ミュゼットは、フランスの地方の民族音楽と、そこから派生した、様々な音楽概念について用いられる。フランスの地方の民族楽器の名称。不意語式の風体のついた一種のバグパイプで、ミュゼット・ド・クール内誌は、バロック・ミュゼットとも呼ばれる。18世紀フランスの貴族社会において、とりわけ、ブルボン家によって、ハーディ・ガーディと共に、農民の楽器として親しまれた。 民族楽器のミューゼットのために作曲された旋律や部曲のこと。あるいはミューゼットの響きを模した牧歌的な楽曲の意味でも使われる。校舎の意味のミューゼットはフランソアク・ープランによってクラブさん作品として、またマラン・バレによってビオール作品として作曲されている。フランスの様々な地域において伝統的な民族音楽に利用されるシャルモーのこと。大抵の場合は、 現代のオーボエよりも数音高い。ピッコロオーボエを気付きのミューゼットとして作るオーボエ制作者がいるため、時にミューゼットとピッコロオーボエが混同され、ミューゼットがピッコロオーボエと呼ばれることもある。アコーディオンに用いられる調律法の一つ。英語でウェットチューニングと呼ばれる方法に該当。二つかそれ以上のリードを互いに心を持ちピッチ外れに調律して、 ビブラートの効果が出るようにする。本来のミュゼットチューニングは3つのリードを用い、一つをピッチに合わせ、一つをやや高く、残りの一つをやや低く調律する。しかしながら、多くのアコーディオンは2個一組のリードしかないため、互いにピッチ外れにするしかない。また、クラリネットやバイオリンと共に、ミュゼットがアコーディオンのある鬼にきのリードの意味にも使われる。 フランスのアコーディオンの響きの輝かしさは、高音域に相当するミューゼットの音色へのフランス人の偏愛のためもある。1880年代から1940年代にかけてアコーディオンを押し出したフランスのポピュラー音楽の一つ。中でもバルミューゼットが代表的。応募へ1834年プライベートコレクションドミニク・エノン。ありがとうございます。